メラとかあれだからってことで。なんでブニブニするんだよ。福ちゃんのお肌の柔らかさを表現できるものを探す旅、はい、これです。あまりに舞台上で我慢できず福ちゃんの身の上触ってるものなので、まあ、ね、皆さんに福ちゃんの皮膚がこういう感じだよっていうのをお伝えするのはもちろんなんですけど、まあね、あまり触られると怒られるから、私が代用品にしようと、ね、思うので、それを探す旅に出ようと思います。皆さん楽しみにしててください。なんていうのか、張りが足りないですよね。しっとり感はまあそこそこ、これも認めてあげてもいいんですけども、張りがない。あ、そうやったらこのバターロールの方が、バターロールの方がまだ近いですね。でもこれはちょっと皮が張りすぎ。福ちゃんは皮が張ってるにもかかわらず、カリパリしてない。私福ちゃんの肌に近いものを探そう企画やってる中で、スタッフさんとかにもすごい探してきていただいてるみたいなんですけど、私ちょっと自分が福ちゃんの肌に近づいてみよう作戦今やってて、本当に近づいてきたんです。ちょっとずつ、もう画面で見たら分かるか分かんないんですけど、ちょっと光ってくるようになって、肌が本当に福ちゃん肌に近づけてるんじゃないかっていう。こうコンサートでしか私汗かかないんですよ普段は。なんですけど日頃から汗かいてみようと思って体を動かしたりとかして、そしたらもう結構肌改善というか、顔の肌とかもすごい変わってきて、今日はどちらかといえばまだ調子悪い方なんですけど、一昨日やばかったです。福ちゃん超えしたかもってちょっと思っちゃったぐらい急にグンって伸びちゃったんで、すごかったんで、福ちゃんにそれは最終日とかに最後の方に確かめてもらおうかなと思ってます。福ちゃんの肌に似ているものを探せ。あ、これ気持ちいいですね。あ、でもこう温かみを感じるあたりはこうタオルに共通してるんじゃないかって思いますね。スライムがある。私ちょっとね、あれなんですよ、昨日スライムのこと考えてて、その肌と関連づけるために。あー、なるほど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 、あーなるほど。あ、でもこれ跳ね返ってこないんですけど、揉んだ時にそのなんていうんですかね、つまんだ時の感覚、つまむまでの感覚がそっくりです。あー来た。いや柔らかいんですけど、あ待って、でもあーでもこれ近いかもしれない。うわー、何これ、あーあーなるほど。私服の時の福ちゃんそっくりですね。え、これすごい、結構クオリティ高いですよ。すごい、こんな一発で。私これ家でずっとこうやってやってられる。出た、やばい、うわサラサラだわ。きた、わ髪も取ってもらっちゃって。これですね。来た。来てます。ピちゃんに見せられない、やだ。キモーいって言われると思います。リホちゃんキモーいって言うと思います。ダメだ。はい、あ、汗かいてきた。完成しました。福ちゃんが。私の福ちゃん、マイ福ちゃん。あ、福ちゃんに確認してもらわなきゃ。忘れてた。最初の衣装は二の腕チェックに最もふさわしい衣装ですよ。私の二の腕触って。どう？福ちゃんに近づけるために頑張ってきたんだ。